多分歌ってる途中に、5時のチャイムが鳴っちゃったと思うんですけど、もうちょっとしたらもう、今日弾く時間がないので、このタイミングで弾けなかったらちょっと今日はアップしなかったんですけど、これもちょっと前からお久しぶりねはね、小柳ルミ子さんのお久しぶりねは前替え歌にして、前のユニットの時に久しぶりに出る、ライブハウスでは替え歌にして歌ってたんですけど、私どっちかっていうと、お久しぶりでよりこの今更二郎の方がちょっと好きだったりするんですよね。このハスっぱな感じのあれでね、でちょっとこれをやってたんですけど、ちょっと他の曲をいろいろやってて、で、ものすごい、高低差のある難しい歌から、サザンのちょっとおしゃれな歌とか、まあ、ピンクレディとかいろいろやってたんですけど、まあ、たまにこのこってりした昭和歌謡がやりたくなるかなっていうので、バランスが、そう、たまにこういうものがやりたくなるんです。拳を回して。はい。本当はもっとド演歌がいいんですけど、うん、ちょっとド演歌が今思いつかなかったんで、ちょっと昭和歌謡をやってみました。小柳ルミ子さんの今更二郎でした。はい。今日ね、帰ってきて T シャツ着替えようと思ったけど、また同じような T シャツだから今日変わったの着てみましたよ。これはなんと鯉のぼりですよ、鯉のぼり。超季節外れの鯉のぼりの布です。布で作ってもらったんじゃなくて、布で作ってある服を衣装として買いました。はい。衣装として買ったけど、衣装として着たのは1回か2回ぐらいしかないと思います、うん、衣装としてはなかなかいいと思うんですけど、まあね、歌だけやってたからちょっとこの長い袖が今となってはどうかなと思って、まあ今日は弾けたんですけど、
うん、これからいろいろ合わせて、まあ、ライブがあればの話ですよ。合わせていこうと思います。ね、まずちょっと感染者が増えてきちゃったから、また8月が危うくなってきたんですけど、またみんなと相談して決めたいと思います。それでは、今日の、曲は、小柳ルミ子さんの今更二郎でした。どうもー。